はい、こんにちは。札幌占い美容師さんの橋本です。で今日は、ピールメッシュをもう結構ずっとやってるんですけど、ピールメッシュの、まあ、徐々にピールメッシュ自体もアップデートしてるので、最近の使い方をちょっとお伝えしようかなと思うんで、ちょっとアッシュ系にしたいということなので、ちょうどよかったので、ピールメッシュで、あと毛先の痛み気になるんですよね。ちょっとね、で毛先の痛みが気になるので、そこもケアして、トリートメントも、まあ、効果トリートメントとアッシュにするっていうのと、あとメッシュでちょっとツヤっぽく見せるっていうのを同時進行で、一番最短でできる方法でちょっとお伝えします。まあ、このやり方できれば営業でも結構時短でできるのかなって気がするので、ちょっとやっていきます。これですね、この残機で白髪染めの時に、例えばリタッチ白髪染めの場合、こういう場合もあると思うんですけど、白髪染めの時に塗っていきます。で、早い塗り方としては縦ですね。バーってやって、バーってやる感じ。あ、本当、例えばカットカラーでピールメッシュやって1時間半も全然可能なので、まあ、ただちょっと体的にね、忙しくなっちゃうのでちょっと厳しくはなるんですけど、まあ一応混んだ時とかお客さんが遅れてきた時に2時間の枠だったら1時間半ぐらいでできるぐらいじゃないと、やっぱ後々厳しくなってくれると思うんで、かなり赤い髪の人とかでも結構綺麗に色入るんで、簡単なバレアージュのピールメッシュをちょっとやりたいと思います。ちょっとコツがいるので、そこは後でお伝えします。で、顔周りについた、まあ染まんないですけど、顔周りについたカラー剤取ってあげて、でそのままこの蒸しタオルで上にかぶせ、キャップをします。で、このキャップ自体がなんか遠赤外線のキャップなんで、結構つけるだけでも結構温まってくれるんで、何もしなくてもローラーボールいらないですっていう感じで、もうこれで工事で終わりって感じですね。なんで結構早い。まずですね、こちらヘナウォーター、ヘナウォーターとこのヘナジェルをつけて、まあ、全体にちょっとつけていただいて、でその後にヘナジェルをつけます。そうですね。ヘナジェルをちょっとつけていきます。毛先を中心にちょっとつけて、あと前髪とかですね、ちょっとつけていきます。で、コーミングします。で、この状態で乾かしていきます。で、ここから3割くらい乾かすんですけど、ちょっと湿ってるぐらいですね。で、何をするかっていうと、ここからじゃあ、まあ、アフターカットで切る場合は本当に5分ぐらいで僕切っちゃうんですけど、スタイリングこうしちゃったら余計なことしないで、もうまあショーバルでいっちゃいます。はい、溶かしたらノーコームでいきます。まあ、ちょっとアイロン入れちゃってるんであれなんですけど、で今カットラインがあんま綺麗じゃないのが、この中のこれですね、ここが汚いんですよ。イヤーとイヤーから通って、はい、バック止めます。これ顔前の、はい、サイドチェンジ一回ちょっとここでつなげ、バックシェイプでつなげた方が、まあ、安心かなと思います。この状態で、この上のとこですね、ここだけをこの辺のニュアンスの内側とかやってあげたら結構変わるんじゃないかなと思います。引っかかるんで、ライバルでちょっと馴染みを良くしていけばいいかな。表面やるとウェイトが上がるので、ウェイト下げちゃった方が毛量多い人はいいんで、中入れちゃった方が結構いいんですよ。でも基本横スラで今入れてますね。横スラのラインで入れていってます。で、前髪とかもここもっと綺麗になるんで、ここはハサミ持ち替えて、これ反対側なんですけど、ここの癖があるんで、癖のところをちょっと
取ってあげるだけでこれすげえ変わると思うんですよ、ね、ゼロフラッティングって呼んでるんですけど、もうゼロの状態っていうか、この顔周りのところがかなりフィットして、そうするとどうなるかというと、ここが出て見えるんで、よりセンターが出て見えて、ここがタイトになると、そうするとフィットですね。これで結構前髪が綺麗にこういう風になる。で、より精度を高めるんだったら、ショーバルタンを指挟んで先が締まらないようにして、僕は繊細なカットとしてはもうこういう風にやっていくんですけど、今日はまあ大丈夫かなって、こういう感じですね。これも実はまっすぐこうやってるとね、少しバックにねじってて、まあ、こうなってほしいっていうことは、実はちょっと柔らかさが、髪の毛自体のも全然柔らかさがもうめっちゃ出たと思うんで、はい、こういう感じになるといいかなって思いますね。はい、まあこういう風な感じに、ちょっと柔らかさ出ましたよね、手先さんね。それ結構違いません？はい。で、顔周りのこのシャギーもここもなんか重かったんで、この辺も軽くなってここがシュッとなるし、本当変わりますよね。はい。で、前髪もこれ中にインナーカラーっていうのが入ってて、ちょっとよく見ると陰影ができてまして、でより小顔効果が出るというカットがこんな感じになります。